宇宙、それは果てにたどり着くまでに138億光年以上かかると言われているとてつもなく巨大な空間です。それと同時に多くの人々がロマンを夢見る空間でもあります。1957年に当時のソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げてから実におよそ66年、人類の宇宙への挑戦の歴史は瞬く間に進化を遂げてきました。日本でも今年2月13日に多くの人の夢や未来を乗せた次世代大型ロケット H3 ロケットが打ち上げられます。今回はそんなお話です。世の平凡な皆さん、どうも普通のヤスです。このチャンネルでは特に何の取り柄もない私ヤスが皆さんが知りたくなるテーマを分かりやすくまとめてお届けするチャンネルです。今回のテーマは次世代の大型ロケット H3 ロケットについて。先日人生で一度宇宙に行ってみたくて宇宙旅行について調べてみたのですが、スペース X 社が提供する宇宙ステーション内に8日間滞在するというプランの料金を調べたところ、74億円もかかるらしく、パソコンの前で固まりました。お金持ちになりたいです。という話はさておいて、皆さんは H3 ロケットという名前を聞いたことがありますか？ H3 ロケットは種子島宇宙センターから試験機1号機の打ち上げを予定している大型の液体酸素・液体水素ロケットの系譜を継ぐ次世代大型ロケットです。試験機1号機の打ち上げは当初2020年度に予定されていましたが、第1弾に使われている新開発のエンジン LE9 の問題を解決するために2度も延期を重ねていました。そしてついに今年の2月13日に鹿児島県種子島宇宙センターから打ち上げられることが発表されたのです。2020年度の打ち上げ予定から約2年以上の月日が過ぎたことを考えると、ロケット打ち上げがいかに大変なのかがわかりますよね。皆さんも聞いたことがあるロケットとしては、2001年夏に試験機1号機が打ち上げられた H2A ロケットでしょうか。最近も1月26日に46号機の打ち上げが成功し、成功率は 97.8% と高い信頼性を誇っています。 H3 ロケットはそんな H2A の打ち上げ能力をさらに高めた H2B ロケットに続く次期主力ロケットとして2014年から開発が進められていました。全長約63メートル、直径約 5.2 メートルで東海道新幹線の先頭車両2両分とほぼ同じ大きさであり、 H2A ロケットや H2B ロケットをもしのぐ大きさだそうです。そんな H3 ロケットはこれまでのロケットと何が違うのでしょうか。 JAXA のホームページでは3つの特徴が挙げられていました。まず1つ目は迅速に打ち上げたいという利用者の声に応えられる柔軟性。そのためにロケットの組み立て工程や衛星のロケット搭載などの車上整備期間を H2A ロケットから半分以下に短縮させるそうです。次に2つ目は H2A ロケットの高い打ち上げ成功率とオンタイム打ち上げ率を継承して確実に上がるロケットである高信頼性。最後3つ目は宇宙産業ではない自動車など国内の他産業の優れた部品を活用し、生産の仕方も受注生産から一般工業製品のようなライン生産に近づけることで打ち上げ価格約50億円へと低減させる低価格性が挙げられるそうです。ここ数年でアメリカのスペース X が機体の一部を再利用する方式を初めて実用化し、主力ロケットファルコン9は1回60億円前後と従来のおよそ半分の費用で打ち上げを実現しました。だからこそ H3 ロケットはファルコン9の60億円を下回る約50億円を目指しているそうです。それらを実現することで20年間の運用を目指し、年6回の打ち上げを可能に。また国内の衛星打ち上げだけではなく、海外からの衛星打ち上げ受注を目指すことで宇宙への輸送ビジネスの競争力が高まることが予想されています。日本の宇宙業界にとっての大きな一歩となりそうな H3 ロケットですが、昨年10月には JAXA が打ち上げた小型衛星打ち上げ用ロケットイプシロンロケット6号機の打ち上げ失敗が記憶に新しいですよね。無事に H3 ロケットが宇宙へと打ち上げられることを祈るばかりです。今回はここまでです。今回は次世代の大型ロケット H3 ロケットについて紹介しました。今宇宙産業が話題ですよね。まだまだ一般の生活にはあまり馴染みがないかもしれませんが、2040年の市場規模は約100兆円にまで達するという推測もあるそうです。 H3 ロケットの打ち上げ成功によって日本の宇宙産業はまた盛り上がるでしょう。本当に楽しみです。他にも皆さんが気になるテーマについて私が調べてまとめていますので、チャンネル登録とご視聴よろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、概要欄の方からフォローお願いします。ではまたごきげんよう。